神戸 TV をご覧の皆さん、こんにちは。ラブ神戸 TV 陸上レポーター A 子です。今日はですね、境町の方にお邪魔しております。こちらがモノスタンダードさんといいまして、こちらの建物はなんと大正時代に建てられた建物だそうです。でですね、行ってみたいと思います。はい、5月10日にオープンされました。そしてですね、こちらの取扱い商品なんですけれども、ユーズドのお洋服と作家さんの小物がメインで、それにカフェスペースもあるお店なんですよ。はい、右手にはですね、パリより買い付けましたアンティークのボタンがたくさん並んでいます。はいはい、とっても色とか形が可愛くてキュートな感じになっています。はい、そしてですね、壁は白い壁になっておりまして、たくさんの作家さんのバッグや帽子やいろんな絵などが飾られています。はい、こちらのお洋服なんですけれども、とっても色鮮やかで素敵ですね。ではちょっと左手の方に行ってみたいと思います。はい、こちらがユーズドのお洋服とは思えないほどカラフルで色鮮やかな商品が揃っているんですけれども、はい、こちらがブルー系のワンピースになっています。今でも私が着たいような可愛いワンピースがたくさんあります。はい、こちらがブルー系になってまして、はい、グリーン系だとかオレンジ系、ピンク系などが揃っています。はい、こちらがパンツになります。パンツやスカートになります。現在ですね、バーゲンをやっておりまして、これ結構ね、あのユーズドでお安い値段なんですけれども、これよりまだ 30% オフという超お得になっています。そしてですね、この壁に飾ってありますのがすごく素敵な絵なんですけれども、この絵を描かれたのは神戸生まれの作家杉山智子さんの作品になっています。そしてですね、モノスタンダードさんでは、この杉山智子さんの描かれましたオリジナルの子供さんの T シャツが数多く並んでいまして、はい、この白い猫ちゃんのが一番人気だそうです。小さな子供さんから20代、30代、50代ぐらいまでのお客さんが来られるそうです。バッグの方は作家さんのバッグになってまして、はい、いろんな物珍しいようなバッグがたくさんあります。こちらが魚になっていますね、形が。それではちょっと奥の方に行ってみたいと思います。はい、奥の方はですね、蔵をそのまま使われているんですけれども、こちらがメンズの作品になってまして、ジーンズなんかが置いてあります。そして黒い帽子だとかシューズやバッグなんかも置いてあります。はい、このようになっております。そしてですね、こちらに昭和のテレビなんかもちょっとレトロな感じで置かれております。アクセサリーもユーズになっております。はい、そしてですね、この壁なんですけれども、これがまず大正時代の壁になってまして、なんと手ごねのコンクリートになっているそうなんですね。そしてこの手ごねのコンクリートが今のコンクリートよりものすごく丈夫にできているそうです。はい、そしてですね、この地下の方にも今中国の椅子の展覧会の報告会ということで、いろんな椅子の展示をしております。ではちょっと地下の方にも行ってみたいと思います。はい、この展覧会を中国の本当に使ってらっしゃる椅子をお借りして展示会をされたそうなんですけれども、そちらの報告会として写真が置かれております。
こんないろんな神戸発信のものをやってらっしゃるお店なんですけれども、はい、このモノスタンダードさんなんですけれども、これからもよりいいものづくりをこちらのお店から発信していきたいということで、これからいろんなイベントをされるそうなので、皆さんお楽しみにしてくださいね。そしてこちらがカフェスペースになっておりまして、ちょっと疲れた方にはコーヒーや紅茶、カモミール、アップルタイザー、オール300円でお飲みいただくことができます。はい、そしてこちらの方なんですけれども、はい、お飲み物はこちらのカップの方からお好きなものを選んでお飲みいただけます。はい、これもとっても古い品物だそうなんですけれども、やはりいいものは長く使いたいですよね。そういういいものを長くっていうことがコンセプトになっているお店です。ではこちらのお店の営業時間をお知らせしたいと思います。はい、モノスタンダードさんなんですが、神戸市中央区栄町通り3丁目 2-6、はい、月曜から金曜日までが11時から7時、土日祝日が11時から8時、火曜日が定休日となっております。はい、これ地図になっているんですけれども、元町通り4丁目のお仏壇の浜屋さんをずっと降りていきまして、セブンイレブンがある筋を東の方に入ったところにございます。とっても素敵な建物ですので、皆様ぜひお越しくださいませ。はい、では今日はモノスタンダードさんより失礼いたします。ありがとうございました。